北村つねおは、日本の政治家。自由民主党所属の参議院議員。山口県熊毛郡田伏町を生まれ。祖母は、アマテラス大神宮教会祖、北村沙代、当議人は、田伏町議会議長。田伏西小学校、田伏中学校、山口県立熊毛南高等学校卒業後、中央大学経済学部に入学。卒業後、 ペンシルベニア大学大学院国際関係論学科修士課程を修了し、1985年、産経新聞社に入社。外務省記者クラブ、野党記者クラブ、自民党記者クラブなどのキャップを歴任した後、政治部長、論説委員、編集長などを経て、執行役員を務めた。2011年、産経新聞社を退社し、2012年から産経新聞九州。 山口本部顧問を務めた。2013年7月、第23回参議院議員通常選挙に自由民主党の比例区から立候補し、初当選。2015年10月9日、経済産業大臣政務官に就任。2016年、自由民主党副幹事長に就任。二千十九年七月、第十五回参議院議員通常選挙に立候補し、二回目の 当選2019年10月4日、参議院外交防衛委員長に就任。2021年8月23日、自由民主党山口県連は、林義政の辞職に伴う10月の参議院、山口県選挙区補欠選挙に、北村の擁立を決定した。ありがとうございます。